皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いてご一緒に神様の御言葉を教えられてまいりましょう。本日は2020年6月10日の水曜日、テキストは新明記29章10節から21節、旧約聖書新明記29章10節から21節。タイトルはすべての人の神、すべての世代に与えられた契約。私たちが偶像礼拝から解放されて、創造主の素晴らしい祝福を世界にもたらす一人一人となることができる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。新明記29章10節から21節。今日あなた方は皆、あなた方の神主の前に立っている、すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供と妻、宿営のうちにいる寄留者、薪を割る者から水を汲む者に至るまでいる。それはあなたの神主が今日あなたと結ばれるあなたの神主の契約と呪いの誓いとにあなたが入るためであり、先に主があなたに約束されたように、またあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自分があなたの神となられるためである。しかし私はただあなた方とだけこの契約と呪いの誓いを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者たちとも、今日私たちと共にここにはいない者たちとも結ぶのである。事実あなた方自身、私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことをよく知っている。またあなた方は彼らのところにあった忌むべきもの、すなわち木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にも今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々のもとに行って仕えるような男、女、氏族、部族があなた方のうちにあってはならない。あなた方のうちに毒草やニガヨモギを生じる根があってはならない。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、心の中で自分を祝福し、私は自分の頑なな心のままに歩んでも大丈夫だと言うなら、潤ったものも乾いたものも等しく滅びることになる。主はそのものを決して許そうとはされない。むしろその時、主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されているすべての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去られる。主はこの御教えの書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従い、そのものをイスラエルの全部族から得り分けて災いを下される。私たちは子供の頃からさまざまなヒーローやアイドル、あるいはまあスターと言われる、そういった存在に憧れて大きくなります。まあ、小さい頃はアンパンマンは君さ歌われて、そして自分たちもこう正義の味方になるようにだったりとか、まあ、いろんなこのアイドル学園みたいなのもありましたし、アニメーションから何からあって、もう少し大きくなってくると今度は本当の人間が出てくるアイドル。我々は子供の頃はキャンディーズだったりピンクレディーだったり、
だんだん古いですけどなってきて、アイドルやこのスターヒーローというのは次から次へと出てきて、そして私たちはみんなそのような一人になれるんじゃないか、そういうふうな思いを持って大きくなるのかもしれません。しかしイエス・キリストを信じるとですね、まあ、それが必ずしも悪いと言っていいかどうかわからないですけれども、私たちはそのようなこの英雄にならなければならない、アイドルにならなければならない、そういうような存在ではないということに気づいていくんじゃないでしょうか。私たちがイエス・キリストを知らなければ、私たちは神の子供である、神の子供になるということを知らなければ、何か特別な存在になって、そして行かなければならない、そういうプレッシャーの中に生きるわけです。でそうするとですね、私たちはもうすでに存在している、まあ、アイドルというのは偶像という意味なんですけど、そういったものに何かなろうとして、それをことさらにですね、この礼拝する、まあ我々の言葉で言えばですね、そのようなものになってしまう。そうしているうちにですね、自分が本来何のために生まれてきたのか、何のために生かされているのかいうことがどっか行ってしまう、そのような恐れもあるし、アイドルはどん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 消費されてですね、そして使い捨てられるっていう、そういう面もありますから、ですからある意味ではですね、そういったものを通して、まあ、人類は繁栄して何か豊かになったような気分にはさせられるけれども、何かお祭り、エンターテインメントとかそういったものにお祭りはあるけれども、しかし実際に自分の人生がどういうものなのかといった時にはですね、それはまた別に考えなければならないわけです。でするとですね、私たちがイエス・キリストを信じて神様の子供になる、そして神の形に作られた私は特別な存在なんだということを見出す時に、私たちはその偶像礼拝から解放されて、何者かにならなければならないとか、そういった人生から解放されて、神様の祝福によって生き、そしてそれを世界にもたらす特別な一人一人として生きることができる、そのようなことを教えられていきたいと思うんです。イスラエルの民はこの神様からこの契約を与えられて、そして今日読んだ申命記の29章の時には、彼らだけじゃなくてその後の世代の人たちにも、神の民っていうのはこういう存在なんだよっていうことを教えられるわけです。でそれはもちろん遡っていけば、創世記12章に書いているアブラハムに与えられた約束、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということが、このイスラエル民族を通して、そしてイエス・キリストを信じることによって、私たちも血のつながりではないけれども神の民とされて、この地上のすべての民族を祝福するという、そういう約束の人生に入れられるわけです。でその時にですね、この14節から、まあ、このように書いているんですね。しかし私はただあなた方とだけこの契約と呪いの誓いを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者たちとも、今日私たちと共にここにはいない者たちと結ぶのである。まあ私たちとも結んでくれてるっていう、そういうことになるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ気をつけなくちゃいけないっていうことがあるっていうんですよね。でその第一番目は何かっていうと、ここに書いているですね、18節に、万が一にも今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々のもとに行って仕えるような男女士族部族があなた方のうちにあってはならない、あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならないって書いてるんです。でこれは何を意味しているのかというと、私たちがですね、この苦い根っていうか、心の中にこの苦い根を持って生きてしまわないようにするということです。イエス様を信じると、私たちのうちにですね、実はこの毒草や苦いよもぎを生じる根というものが取り去られるはずなんです。なぜかというとですね、私が何者かにならなくちゃいけないと思っていると、自分はそうじゃないっていう劣等感になりますよね。何かこの素晴らしいものにならなくちゃいけないとなると、自分はそうじゃないっていう、こう自分は生きてていいんだろうかとか罪悪感になりますよね。でもそうじゃなくて、私たちはですね、自分の存在意義を証明しなければならないという、そういうプレッシャー、何か成功して何かうまくやってこの、頑張らなくちゃいけないという、そういう人生から解放されて、あなたはもうそのありのままで神様の子供でいいんだよって言われちゃうわけですから、イエス様を信じると、この偶像を拝んで毒草や苦い甘みを生じるねというものがあるような、そういう人生から私たちは解放されるんです。ですからヘブル人の手紙の12章15節には、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これらによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさいって書いてるんですけれども、実際ですね、神様の恵みが分からなくなると、私たちは何か、キリスト教を使って自分を証明しないといけない、
何か自分の方がもっと奉仕している、自分の方がもっと頑張っている、自分の方が献身している、自分の方が清い、まあ、そういったことが起こってくる可能性もあるわけなんですけど、でもそれは私たちが十字架の恵みによって生きるときに本来はそこから解放されて、もう自分を証明する必要はない、神の恵みを証しする人生にいられるんです。そして2番目は何かと言いますと、19節にこの呪いの誓いの言葉を聞いたとき、心の中で自分を祝福し、私は自分の堅くなな心のままに歩んでも大丈夫だと言うなら、潤った者も弱い者も等しく滅びることになるって書いてます。これは偽りのお祝いですよね。私は大丈夫だっていう考えです。でそれはですね、私たちはなんで大丈夫って言えるのかっていうとですね、それは自分の行いがに頼ってるからですね。自分はこれだけ頑張ったんだから大丈夫だ、これだけ成功してるから大丈夫だ、自分はこんなにやってきたから大丈夫だっていう何かですね、そういったもの、まあ、他の人との比較とかですね、この世の基準とかそういったものによっているのかもしれないです。ところがですね、私たちはこの自分をそうやってお祝いするんではなくて、イエス様をお祝いする人生に入るんです。どういうことかっていうと、十字架で死なれた方は3日目によみがえって、そしてイエス様を信じる全ての人が新しく生まれ変わって、新しく創造されて、そしてその神様の祝福を世界にもたらしていくお祝いの人生に入るからです。私たちが一生懸命俺は大丈夫だ俺は大丈夫だって言わなくても、神様が私たちのことをお祝いしてくれてますから。ですからですね、もちろんですね、誕生日に自分のことをお祝いしても全然問題ないんですけれどもでもやっぱりですね、誰よりも何よりもお祝いしてくれてるのは誰かっていうと神様であり、私が悔い改めるときに天では御使いたちが大喜びしている。そしてそれだけではなくて、イエス様を死者の中に蘇らせて、ほらあなたは新しい人生に入ったんだよ、もう世界から奪う必要ないよ、自分を証明する必要も自分をお祝いする必要もない、偽りのですね、そうじゃなくてありのままあなたは祝福されている。だから私たちは他の人を祝福できるんですよ。神様が私を愛してくれたように、私を祝福してくれているように、あなたも祝福されています。そうやってですね、人と比べたり競争したりするんではなくて、何か自分だけ神々の一人になって自分だけ偶像の一人になって、そして崇められるんじゃなくて、全ての人がイエス様によってお祝いされている。でするとですね、3番目に私たちはここにこう書いているんですよね。20節に、主はそのものを決しているそうとはされない、むしろその時主の妬みと怒りと妬みがそのものに対して盛り上がり、この書に記されている全ての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去られるって書いてるんですよ。当たり前ですよね。他の人と比べるわけでしょ。そして自分は勝ってるってその時は思ってるかもしれないけど、だけど次の瞬間には負けるかもしれないですよね。アイドルはどんどん消費されるわけでしょ。だから迷惑なわけですね。アイドルからしてみたらですね、消費されるのは自分は自分の人生生きたいのに、なんか持ち上げられて祭り上げられて、そして捨てられる。でもイエス様を信じると、私たちはそのような自分を粗末にする人生をやめて、特別な器、神様が用意してくださった一人一人として生きることができるようになっていくんです。だから私たちの名前はイエス様を信じると命の書に記されて、決して消え去ることがないんですね。私たちが人と比べていったら名前は溢れ去られますよ、ね、どんな有名なプロ野球選手だってですね、もう若い人に聞いたら知らない人もいっぱいいますよ。どんどん溢れ去られる、ね、でも私たちはそのような人生から解放されて、天に名前が記されている、そして永遠に覚えられている、そして新しい天と新しい地を相続する。だからお祝いできる、十字架で死んでよみがえられたイエス様と共にこの素晴らしい人生を歩ませていただきましょう。私たちがイエス・キリストを救い主として信じるとき、私たちは自分を証明する人生から解放されます。そしてこの世の基準などによる偽りのお祝いから解放されます。そして自分を粗末にする人生から解放され、私たちは神様の素晴らしい恵みによって一人一人特別な、そして神様が用意してくださったこの世界を祝福する人生、私も愛されているけどあなたも愛されている大喜びの人生に生かしていただきましょう。お祈りします。
恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいご愛を覚えて心から感謝します。私たちが毎日生きていると人と比較されたり、そして評価されたり、さまざまな意味でこのあなたの目ではなくて文化の目によって、世間の目によって自分を見てしまうとき、何か特別なものにならなければならない、そのような思いに縛られるかもしれません。しかし私たちはイエス様を信じるとき、もうすでにあなたの子供です。そしてあなたが私に用意してくださっている特別な人生を生き、世界を祝福する、あなたの祝福によってお祝いする人生を生きることができる。私の名前はもう天に記され、永遠に忘れ去られることがない、そのような人生を与えてくださって心から感謝します。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。